ハッピースクール、あの青い空をもう一度。ちょっと待って、ちょっと若干先に進めた、間違えて進めたところをさ、バレてしまうやんこの色で。というわけで前回の続きやっていきます。お持ち帰りされる幼馴染を助けようというミッションが始めました。追いかけて捕まえるか、直接的に与えるか、それは暴力的にいきますわ。暴力的だ。加えた電化製品にも効果的面な方法があるじゃないか。そう、直接打撃を与えて正気に戻すのだ。いつの時代の話だよ。俺は机の中から国語辞典を取り出すと、大きく振りかぶって黒投げに投げつけた。死ぬよ。坂上と友よやん、坂上友よやん、お前クラナドの坂上友よやんそれ。あ、違うな、藤林京か。国語辞典投げつけるのは藤林京か。あ、クリーンヒット。国語辞典が後頭部に見事直撃した黒ナギは思いっきり倒れる。救出成功だ。前木添えになってるやん。はるかを巻き添えにして、ちょっとやりすぎたかな。おーい、大丈夫二人とも。もしはるかちゃんがアンパンマンだったら元気100倍アンパンマンやるからね。まず起き上がったのははるかだった。はるか、無事か。無言でこっちを睨むはるか。まさか、わあ、好感度下がった。これ恋愛ゲームだったらはるかちゃんの好感度下がってはるかルート入れないパターンですからね。気づいた時には遅かった。はるかは狂気、いや国語辞典を投げ返してきたのだ。自分でも狂気言ってるからな。俺はもう死んでいる。避ける間もなく額に飛び込んできた鋭い衝撃とともに俺は仰向けに倒れる。ああ、目の前で激しく火花が散ってる。アムロ、時が見えるわ。はるか、お前の血の色、お前の血の色は何色だ。バーブル。なんか今すごい音しなかった？あーと巨乳委員長出てきた。だな。でも立ち合いは出てきません。綺麗に決まったぞ。黒投げがピンピンしとる。コーダムいくらとるも黒投げがピンピンしとるからな。やりすぎちゃったかな。カズト。はい、壁紙の CM みたいな感じでやりすぎちゃいましたの状態やけんな。ねえカズト。え、これゲームオーバーとかあるんかな、もしかして。ゲームオーバーあるかなこれ。デッドエンドや。白目向いてるし。いいんじゃないのか。え、ゲームオーバー、バッドエンドちゃん。ごめんよカズト。よし、このままにしておけないし、保健室に輸送しようか。その言葉に朦朧としていた俺の意識は慌てて覚醒しだした。おい、ちょっと待て、それはマジで気違いじみてるからやめろ。いや、保健室普通やん。普通の手立てで考えただけなのに。なんとかだ。あ、巨乳の委員長の立ち合いが見えるかなと思っとったらさ、ちょっといても立ってもおられんようにでやって目が覚めたわ。でも立ち合いが出てこんかった。巨乳の委員長、本当は相当痛かったが、そう答える。これでも保健室に運び込まれるよりはマシだ。何しろこの学校の保健室には思い起こすだけで恐ろしい保健室の主が。なんだそれ、引きずり込まれるんか。保健室に行った最後、そいつに保健室のベッドに引きずり込まれて、あーな目に遭っているのか。あー、待てよ。でもオープニング映像ではやらないから人おったな。あいつもしかして保健室の主なん。保健室に治療を求めに来た男を引きずり込んでベッドであーするから保健室の主で、こういう
やばい感じになってるのか、もしかしてそういうことなんか、なんか繋がってきた、点と点が繋がってきたぞ。無理はしない方がいいぞ。何しろ実際にクリーンヒットだからな。脳震盪でも起こしたら大変だぞ。さあ早く保険。やめろ、アリ地獄に後ろから押し落とすな。お前アリ地獄に落とそうとするな。お前は一見俺を気遣うことを言っているようだが、その口調は明らかにそれとは全く別の意図が感じられた。お前ただ単に俺をあの保健室に輸送したいだけだろう。そうか、お前がその気なら俺だって。ウロナギこそ大丈夫かよ。いつの間にか復活してるみたいだけど、後頭部直撃だっただろ。保健室でしっかり診察してもらった方がいい。そうだぜそうだぜ、後頭部だぜ。下手すりゃ頭に致命傷が残るぜ。おい大丈夫か黒なぎ。おい 2×4 がいくつか分かるか。なんてこと言いやがってくれるんだ。俺よりも親友のお前の体の方が心配だよ。嬉しいこと言ってくれるじゃないか。でもさ、俺を気遣ってくれるならどうかお前の方こそ保健室に行ってくれ。その方が俺も嬉しいんだ。それは俺も同じだ。もしお前に何かあったら俺青春友情物語みたいに見えるけどね、押し付け合いですねこれ引っ張り合いですからね、これ足の引っ張り合いですからね。お互いキモいことを言い合いながら保健室に運ばれまいと牽制する。だが今まで黙っていたはるかがこんなことを言ってくれた。だったらさ、いっそ二人とも行けばいいじゃん。はるかちゃんは女の子だからわからない、このヤバい保健室の主の正体を。ちょっと待て、そういえばさっきから体が楽になってきた気がするよな黒なぎ。今だったらもう大車輪ができるかもしれません。ああ不思議なことにか、保健室に行くことで勉強を遅れるのは心苦しいんで、やっぱり僕らこのまま受講します。真面目でよろしい。俺たちは肩を組みながら体の無事をアピールする。はい、無理しません、はるかさん、はるかさん。無理なんかしてないよな、高崎。ああ、全然してないぞ、相棒。いつの間にか相棒に昇格している。変なの？それはそうと、黒なぎ。ああ、出た、巨乳委員長。釣り竿は後ろの方へと置いて席について。ようやく来ましたね、巨乳委員長。僕はあなたらおっぱいが見たくてこのゲームやってるようなところがあるからね。黒なぎは、釣り竿を後ろのロッカーの上に置いてしぶしぶと席に着く。そして俺たちも授業に備えて席に着く。やれやれ慌ただしい朝だ。ほどなくして扉が開く。担任が来たのだ。みんな席に着け、ホームルーム始めるぞ。なんか敬いたくない先生だな、見た目からして。なんか敬いたくない先生だなあの先生、せめて教室ではタバコ吸わないようにしてください。今の時代喫煙所っていうものがあるはずなんですよね。分煙っていうのがね、分煙っていうのが今の時代流行ってるはずなんですけどね。何ですかその T シャツ、自分で作ったんですか。ダサいっすよ。彼がこのクラスの担任、綾瀬先生だ。ちなみに担当教科は英語である。なのだが英語できなさそうな先生だなこれ。今から出席を取るが、いないやつは手を挙げてくれ。無理です、いないやつは手を挙げ、無理です。どこかずれてるんだよな、この人は帰国子女だからかな。しかもいつも平然とした表情で言うので少し反応に困ってしまうのだ。これは冗談と取るべきか本気と取るべきなのだ。一番熱くに困るタイプの人間だ。高崎、手あげとけ、高崎。なんでだよ、お前手あげろよ。綾瀬先生のことだ。ここで手をあげたら、マジで欠席扱いにしそうで怖い。いつもそんな妙なノリで、俺たちのクラスのホームルームは始まるのだった。というわけで、発音の傾向から見ると、言語の壁というものは確かに存在する。
母国語で発声できない音なんてやすやすと出せるものじゃない。割と真面目に授業してるわでもさ先生、タバコは一旦置きましょう。先生、綾瀬先生が英語の授業に熱弁を振るいながら黒板に書き連ねていく。つまりは発音は従来の方法では身につくはずがないんだ。まあなんか熱弁っぷりよな。なんか言葉にちょっと強みを感じるんやけどこの喋り方なるほど、本物の発音を学ぶためには実際に何度も聞いて感覚を知らないといけないということか。しかし実際それって難しいことだよな。というわけでこれからは若干変則授業も取り入れるつもりだからよろしく。そろそろ時間だし授業を終わりにしよう。割と真面目な授業でした。やっとー、教室内から一斉に歓声が上がる。そういえば生徒諸君、明日から2日間休みだな。ああ金曜日なんか。おー、教室内の歓声がさらに盛り上がる。なんか体育祭でも始まるんかな、体育祭でも始まるんかなってレベルですよ。だが綾瀬先生は一呼吸置くと言った。ただし宿題を出そう。52ページから65ページまでの問題を全てノートにやっておくように。13ページ魔の13ページ魔の13ですよ。ゴルゴ13、魔の13ですよお前。今度は教室内から一斉にブーイングが上がる。当然のことだろう、あいつもこの教室は何の前触れもなくことを起こすのだから。つべこべ言わずにやってきなさい。うわ強制かよ。2日も休みがあればそれくらいできるだろう。というわけで授業終了。委員長これはーい。はい起立。もう委員長が出てくるたびにおっぱいを思い浮かべてしまうという俺の条件反射が起きます。こうして綾瀬先生は有無を言わさずに課題を出して授業を終わらせたのだった。割と教師教師している先生だったな授業終了と同時にすぐ後ろの席の黒なぎが話しかけてくる。はい高崎、今日は飯どこで来る。そうだな、ファミレス行かね。昼食は弁当か学食かのどちらかに分かれている。まあ出て脱走してファミレスなんていうのもまあなしにもなしというわけではない。中には学校の外に食べに行く強者も中には存在するが、食べに行くだけで昼休みを費やすことになるために正直お勧めできない。俺も入学当初コスト黒なぎと外に食べに行っていたが、その時間的コストの高さから今ではほとんどご無沙汰である。学食でいいんじゃないか。あ、学食だったら僕も行く。はるかも一緒についてきて3人で学食へと向かうことになった。何がうまいんだろうな学食は。俺は高校時代弁当派だったからな、学食って1回しか利用したことがなかったね。学食はいつもの通りかなり繁盛していた。しかしまだ昼休みになって間もないので、ところどころに座席が空いている。俺は一足先に購買部で残りのもののパンを買って席を確保する。まもなくはるかが学食で注文の品を持ってくる。お待たせ。はるかちゃんなんかちょっと割とさたくさん食べる子な気がするよな、運動部やし。なんだはるかはまた天ぷらうどんか。いいじゃん天ぷらうどん。うどん単体よりも天ぷら単体よりも数段美味しくなるって僕は思うけどな。あまり俺は天ぷら好きじゃないごめんなはるかちゃん。そういうものなのか。正直な話、あれは天ぷらのサクサク感を汁物であるうどんが相殺して微妙だと思うんだが。そんなことを話していると間もなく黒泣きが現れる。おお待たせたな。お前は何を頼んだんだ。ん、見てわからないか。黒なぎの持っているお盆には何やら見知らぬメニューが乗っかっている。なんだ裏メニューか学食裏メニュー。赤身魚の刺身にエビの入ったスープに海藻サラダ、それは海鮮定食のようだった。
しかも高級な部類の。わかるか、なんだそりゃ、見たことないぞそんなメニュー。ないのか。学食だよな、学食だよなこれ。裏に一人だけなんか違う工作に混ざってない。吉野さん、残念だけどこれはね、俺専用のメニューなんだ。悪いなのび太、これは俺専用のメニューなんだ。ちょっと待て、その専用メニューって一体何なんだよ。なんだお前黒なぎ、実は金持ちで自分専用のシェフを学校に潜り込ませてるのか。そんなのありかよ。ふふ、秘密。なんだお前、なんか学食のおばちゃんの弱み握ってんのか。なんだその意味ありげな笑みは。学食のおばちゃんの弱み握れるってなんだだもん。食堂の方に強力なコネでもあるのだろうが、いくら問い詰めても結局黒なぎは口を割らなかった。で、カズトは何買ってきたの？いいパンあった？いや正直選ぶ余裕なんてなかったぜ。残ってるパンの取り合いみたいな感じだった。大変だったね。まあ俺はちゃんとゲットしたけどな。何のパンだい？ね、どんなパン買ってきたんだ？ラララコッペパンかな。確認してなかったんやな。その言い方、そういえばまだ俺もどんなパンか確認してなかった。さてどんなパンが入手できたのかな。俺はパンを取り出して見てみる。するとそれは見てみるとかなり細長いパンのようだった。なんだそれ。その名も納豆うなぎマヨネーズパン。癖が強い。納豆にうなぎにマヨネーズ合うんか。絶対ね、これはあらゆる意味でまずいだろ。絶対これ写真で出したらあかんやつだよね。うわ、どう見ても地雷だな。これを売ろうとした購買の人はクビだ。黒なぎくん、そんなこと言わないの。カズト、食べてみると結構いけるかもしれないよ。じゃあお前が食えよ。そう、そうか、そうだよな、売り物になってるくらいなんだからな。いただきます。俺は予言します。10秒後カズトは保健室に行きます。目をつぶって一気にかぶりつく。その味は、うん、俺は言葉に詰まる。というか口に広がった危険な味わいに俺は一種の呼吸困難を起こした。納豆の粘り気とマヨネーズのマイルドさがドロドロに混じって喉に張り付いている。さらには嫌な汗が吹き出て背中を伝っていく。どうせうまいとかいうお手なんだろう。きっとはっきり言って見え見えだね。黒なぎが辛口を叩く。そう思うなら食ってみろ。俺はそんな黒なぎの口にパンを叩き込む。ダンクシュート。黒なぎの口にパンをシュート。超エクサイティング。どうだ、うまいか。お前はこのパンを果たしてうまいと言えるのか。発狂者です。もう二人ともお行儀悪いよ。はるかがうどんをすすいながら俺たちを遠目にたしなめる。とても上品とは言えないが、いつも通りの食事風景だ。うん、いつもこんなことやってんの。たまには優雅に昼飯を食べてみたいと考えるが、このメンツだと不可能に近いだろう。まあこういうじゃれ合いながらさ、学食を楽しむっていうのを学園生活のさ特権だと思いますよ。青春ですね。まあ俺昼飯はいつも一人で食ってたタイプの人間だからな、ちょっと羨ましいところもあるわ。あれ、委員長の後ろ姿。そんなことをやっていると向こうに委員長がいるのを発見する。落ち着かない様子で辺りをキョロキョロと見渡している。
どうやら空席を探しているらしい。あ、じゃあ院長、俺の膝の上とかどうすか？座り心地はあんまり良くないけど。いいっすよ、いいっすよ。俺の太もも。学食はテーブル一つに対し、椅子四つが割り当てられている。つまり今、俺たちの席には一つ空きがある。ちょうどいいじゃないですか。俺は委員長を呼んでみることにした。おーい、委員長、ここ空いてるぞ。カズトのここ空いてますよ。入らねえわ。委員長は俺の声に気づいたらしく、こちらに来る。来たー、おっぱいが来ました。こっちこっち、ここ座り。でかいな、ほんまに委員長のおっぱいでかいな。どうしても胸に目がいっちゃうんだよな。俺は隣の相席の椅子を引く。あ、ありがとう。ちょっと なんだその恥ずかしそうな顔は。ギャップ萌えだよ。なんか真面目そうな女の子がこういうキュンという顔になった時ってギャップ萌え感じるですね。だから俺院長キャラ好きなんかもしれんな。巨乳ショートヘア、メガネ、院長という、なんか俺の好きな好みのキャラクターてんこ盛りに持ってきてるな。なんかそう思うわ。俺結構真面目キャラがさ、こういうキュンという顔になったりさしたら時ってんが一番もんキュンとくるんだよな俺も。委員長は口数少なく俺を言うと座る。みさくらさんと昼ごはん。はるかはすごく嬉しそうだ。華やかなのが好きなんだよなこいつは。はるかちゃんも頑張って栄養とってね。何かは言わないけどね。でも委員長が学食なんて珍しいね。どうしたの？なんか委員長の仕事とかやってそうな気がするな昼休み。たまには気分を変えたいなって思って。でも結構学食って混んでるのね。この盛況ぶりに驚きを隠せない様子だ。今までほとんど学食に足を運んだ経験がないのかもしれないなどと考えていると、不意に遥かがこんなことを言ってくる。そういえばさ、英語の宿題出たよね。あれどうしようかな。脈絡、なんでその言葉が出てくるかわからんけど、まあいいや。宿題ね、13ページも出てるからな。ああ、ゲームばっかしていたい2日間だったわっていう感じ。今まで意図的に忘れていたことを。飯がまずくなることを思い出させるな。ああ、英語の話をし始めたら、あの先生の吸っているタバコのニコチンの匂いを思い出してしまう。でもでも、こういうのって大切だよ。面倒だな。いっそ、みんなやってこないでストライキしてみせようぜ。多分それ、みんなでやるぞおーって言った割には自分以外ちゃんとやってきてるパターンかもしれんの。黒なぎ一人が吊り仕上げられるパターンのやつかもしれんな。ダメだってば、そんなこと。ダメですよ、宿題はちゃんとやらないといけませんよ。とにかく何かいい案を考えないと。そうだな。誰かバイト雇うか、宿題やってもらえるバイトを頼むか、誰かに。誰か大学生の兄貴とか姉貴とかいないか。いくらか払って代わりにやってもらおうぜ。腕組みをしながら真剣なお持ちで考えると、はるかと黒薙交差する二人の視線が最終的にたどり着いたのは、黙々とハヤシライスを食べる委員長だった。正確には委員長のおっぱいだった。黒薙もやっぱりそこ気になるよね。おっと、シノノンは視線をもろに受けて敏感に感じているようだった。なんかいやらしい言い方しちゃった、ごめんなさいね。委員長は視線に気づき、二人の顔を交互に見比べる。はるかと黒薙は何かを目配せし合う。まず口を開いたのは黒薙だった。委員長、明日は暇？暇といえば暇だけど、どうしたの突然。なんかこういう喋り方を見よったらさ、この委員長なんかきついキャラかなと思っとったんやけど、そうでもなかった感がある。
なんかちょっと丁寧っていうか清楚系やったな。もうちょいきつい発言してさ、ちょっと男子みたいなタイプを想像してたけどな俺は。だったらさ、俺と吉野さんと一緒に勉強会しない？俺は勉強会？俺は3人だよ。今の言い方だと3人でみたいな感じだよ。俺はこういう時に委員長がいると僕としてはすごく心強いんだけどさ、ダメかな。困惑する委員長、ダメ押しするかのように遥が畳みかける。すると委員長は、別にいいけど。あ、委員長もしかして人見知りなんかな。なんかちょっと頼られたり話しかけられたりすると頬をあくらめる傾向にある。人見知りなんかな。なんかそんな感じがしてきてな。気づいタイプかと思ったらむしろ逆だったかな。おお、やったー。なんかそういう委員長、俺スコです。手を取り合って喜ぶ二人。そうか、この二人英語が特に苦手なんだったな。ちなみに切なキースキーはね、国語よりも英語の方の点数の方が高かったタイプの人間です。なんだろうな。ね、高崎、お前はどうする？クモンやってたからだ。なんでかな、なんでかなって言ったけど、よくよく考えたら俺小学校の時クモンやってたわ。クモンで英語やってたわ。そりゃそうだわなって感じ。まあどうでもいいか、みんなにとっては。俺か、俺はそうだな、まあ、絶対これさ、少し考えたところで結局行くパターンのやつやな。ちょっと遅かれ早かれ行くだろうねそれ。これでさ、少し考える選んでさ、行かないでさ、その間に3人がさ、なんかさ、微妙な三角関係になってさ、なんか俺だけなんか一人取り残されてさ、3人だけでストーリー進んでいくみたいな感じになったら嫌やな。それ考えたら行く選ぶわけだけどさ、あえて少し考えるを選んでそういう三角関係で持っていて、自分だけなんか省かれてるみたいな展開になっていくっていうのも見てみたい気がせんでもないな。ちょっとどういうことなんだろうな、これ。ちょっとセーブしとこうかな、選択肢お前には。絶対セーブしとこうかな、っていうわけでね、あえて少し考えたったらお前。ちょっと待て。よく考えろ、俺。果たして、このメンツでまともな勉強会はできるのだろうか。やばいな、爆弾解除でさ、最後赤と青の日本の線どっち切ればいいんだろうみたいなレベルですごい深刻な話をしてる気がする。そうだよな、この2日間の宿題をうまく終わらせられるかできないけどかと、その二択に迫られているんだ。よくよく考えてみろ。確かにさ、黒薙とはるかは確かにバカだ。知らんけどバカだ。まだまだ勉強会ができないからこそ委員長を呼んでいる。だがな、委員長は確かに勉強できるよ。けどさ、俺にとってはそのおっぱいで誘惑されて委員長のおっぱいばかり見て、まともに参考書なんか見えないかもしれない。そういう意味じゃ委員長も割と地雷。この中で一人で勉強すると、一人で勉強するのと、四人で集まって勉強するのと、どっちが正解なんだ。ざわ、ざわ、カイジ。カイジみたいな雰囲気が、俺の中を包み込む。あなた、想像してご覧に入っていた。かわいいなぁ、お前さ。なんだその、なんだその服についてる二つのひまわりは。なんだそれ、かわいいなお前。そんなことよりこっちに保健体育の資料あるぞ、一緒に見ようぜ。お前ファッションセンスないな、黒なぎ。なんだその海が好き、恥ずかしいないんか。保健体育な、何考えてるんだよ。わあ、ちょっと誘ってるな、はるかちゃんのこと誘ってますね。これはるかちゃんがドブロックみたいな思考だったらどうするんですか。誘ってるんじゃないのってなりますよ。そんなこと言っても本当は見たいんだろ。ほれほれ。そんなことは若干ありそうな言い方ですねこれ。委員長はどんな職で来るんだい。こりゃとっても勉強できそうにない雰囲気かもしれない。やっぱり断るか。二人とも図書館は静かに本を読む場所。おいっす、おいっす、おいっす。
地獄でもシノノンのおっぱいは膨らみが違うな。うわーいっす、うわーいっす。青い果実、ブルーベリー、でかいブルーベリー。こうなったら力ずくでたまらせるしかないみたいね。あ、割と暴力的なところを委員長見てしまった。あれ、人見知りキャラかなと思っとったら割ときついところあったわ。俺の想像通りのきついところもあったわ。そういった委員長のメガネが怪しい光を帯びる。そして委員長の眼鏡からどこぞのアメコミキャラバリに怪しげな光線、つまり怪光線が。黒なぎはその名の通り真っ黒焦げだ。それだけではない、あたり一面は浄土と化し、もはや委員長を止めるには禁断のハルカデストロイヤーを使うしか。アポカリプスデイの話かと思ったよジェルマスターズのアポカリプスデイとか神の怒りみたいな話かと思ったよ。マジック・ザ・ギャザリングの全てのクリーチャーを破壊する、それらは再生できないみたいな感じかと思ったのハルカデストロイヤーとかハルカデストロイヤーで女性プロレスラーみたいな名前やな、なんかあ、いや冗談だが、まあ委員長がいれば黒投げの暴走を止めてくれそうだな。そうと分かれば黒橋に塗らない手はない。あ、やっぱ乗るんだなよかった。主人公だけハブられて3人でなんか三角関係運んでいって、俺がこの子のストーリーでねえ、なん か 3人の関係からハブられるというそんな展開になるかもしれないと思っとったが、そんな展開はなりませんでした。よかったよかった、アーメン。いいぜ、俺も行く。そう来なくってな。うんうん、みんなでやったらすぐに終わるよ。映すんじゃないぞ。こうして勉強場所等を話し合いながら昼休みは過ぎていった。この展開からしたら次回はその勉強会かな、放課後やけんな。多分これ選択肢でさ、行く選んだらさ、今の階層のやりとりがなかっただけでカットされるだけですっぱり行くってなってさ、この放課後の時間を迎えるんかなって思ってくる。とりあえず今回はここまでとさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。というわけで次回は多分ね、勉強会に行ってそこで委員長のおっぱいをたらふく眺められる、そんな内容となりそうです。楽しみですね。楽しみですね。なんか、このパここまでの2パートさ、なんか、委員長のおっぱいに対して熱弁してるような動画になってる気がするけど、まあ、それは、俺がおっぱい大好きな人間だから、みんな、そんな、俺でもよければ、これからもまだまだ、また見てください。大丈夫かな？この動画をさ、上海ラブソジーさんに見てもらっているとしたらさ、俺、どんな感じで見られてるんだろうな。うちのゲームの、うちが制作したゲームを、この人はどんな感じで実況してんだよみたいな感じで見られてるんだろうかな。大丈夫かな。じゃあな。